芸術文化学部の堀裕二准教授を紹介します。堀准教授の専門は建築環境設備です。環境と快適性や建築のエネルギー消費についてなどをテーマに研究活動を行っています。私の専門は建築環境設備という分野になります。いかに建築の中で快適に過ごそうかということがメインのテーマになっています。ただいかに快適に過ごそうかという場合にどうしてもエネルギーを使ってしまいますので、そのエネルギーをいかに少なく、そしていかに快適に過ごすか、それがテーマになっています。世界的に見ても日本の省エネルギー技術っていうのはかなりトップを走っております。じゃあその技術を持って、快適な水準も得る上で、じゃあこれから何を考えていこうかといったときに、その健康性というのが一つのキーワードとして上がってきています。現在注目を集めているのが人にも環境にも優しいスマートハウスだと堀准教授は言います。家電や、空調設備、そういったものをネットワークでつなぐことで、より快適なコントロール、より省エネルギーなコントロール、そして健康性を考えたコントロールで、快適性、健康性、そしてエネルギー、これらを全て備えた住宅というふうに考えていただければよいかと思います。こちらはパッシブソーラーハウスについての講義。パッシブソーラーハウスとは太陽の光を有効活用し暖かな住環境を作る住宅のこと。学生たちは模型を製作、模型内の温度を計測し、快適な温度に保つ住宅設備や方法について学びます。室内の温度を保つというのには大きく3つの段階があります。1つは熱を取り入れるという段階、その次にその熱を蓄えるという段階、そして最後にその蓄えた熱を徐々に緩やかに放熱してやるという、この3つの段階で室内の温度を快適に保っています。学生たちはさまざまな材質の蓄熱材や断熱材を使用し、太陽光で温まった室内を一晩快適な温度に保つことを工夫し実験を行いました。またこの快適な温度を夜間でも保つことが健康にも環境にも優しい住宅になると堀准教授は言います。室内の温度を保たない場合、明け方の温度というのは非常に低くなっていきます。その低い状況の中で、例えば朝起床して、廊下に出ることによって血圧の変化が非常に大きくなる、先ほどのヒートショックというものが生じます。これを、室内の温度を保ってやる、蓄熱性を上げてやる、これによりまして、健康的な被害をなくす、ここいったところにつながってまいります。住宅環境設備の進化とともに新たな住宅を考える堀准教授、今後の目標は？快住です。快適という言葉にはいろんな意味合いがありまして、一つは気持ちいい、あと利便性ということですね。そしてもう一つはやはり経済性ということもあります。経済的に、楽、心地よい、これは非常にエネルギーをかからない、光熱費のかからない住宅、こういったことも合わせて考えていくので、快適な住まいということで快住というふうに書かせていただきました。